1時間あっとじゃも1時間あるもんね。楽しみ。そうそう、1時間あるね。ひなたちゃん今日ライブ行った中学生です。とても仲良かった。ありがとう、ジュリちゃん。あれだよね、真ん中ぐらいの席にいたよね。こう真ん中ぐらいの席にいなかったっけ。おい、しらさんでありがとう。まあ今日はクリスマスなのでね、まあ別にクリスマスだからといって、私的にはまあ普通のいつもと変わらない日なんですけど、まあ皆さんがクリスマスってなってるだろうから、ショールーム配信少しでも顔を見せれたらなという感じでございます。出してきました、ありがとう。今日はポニーテールでした。明日めちゃくちゃ寒いらしいんやけど、まあ踊れば暖かくなるかなっていうのを結構信じてる。明日の気温、うわ、やばくない？明日の温度、1週間の温度で、なんで4度、あ、明日3度やって。明日の東京の温度、あ、東京6度からマイナス2度って、まあでも最高気温6度って結構寒いよね。雪降るよね。今から赤ワイン始めてる。おお、赤ワインとかおしゃれですね。雨の可能性、嫌だ、雨は。明日野外やからさ、雪はまだしもさ、雨降ったら嫌やね。明日会える。配信で見る。プレゼント来た。セカンドプライズさん、ありがとう。寒い。めっちゃ寒い。サンタさんに電話した。サンタさん電話しようって思ったけど、公園やったから電話できんくて、電話しちゃおうかな、ショールームがあったら。リース企画で行くんやね。リース企画で行くんや、どういうこと、どういうこと？オットタクシー、あ、そう、オットタクシーがさ、来年の4月に映画化するって今日、花さんと話しててさ、めっちゃ楽しみ。見に行きたい。はじめまして、デリバリーやない？いいからデリバリー。お疲れ様です。お疲れ様です。雪は降ってないですよ、こっちはまだ。福岡は降ってない。ケーキ食べてないですよ。やばいやばい、ケーキ食べてないよ。なんか最近さ、なんかチーズフォンデュがめっちゃさしたくて、最近っていうか今日もただけないけど、チーズ食べたいなと思って。なんかさ、前はさ、チーズフォンデュが流行ってたっていうかさ、シワイさんありがとうございます。流行ってたっていうかさ、なんか結構クリスマスって言ったらチーズフォンデュっていうのもあったんやんけど、なんか最近チーズフォンデュってなんか言わんくない？急に今日公園終わりにチーズフォンデュ食べたくなった。
もうでも今はもう明日のことで頭いっぱいすぎてやばい。髪切ったの天才急に神さんありがとうございます。明日はどんな服を着ていこうかな。あったかい服で行かないとやばい絶対。手は大きいですか。はい大きいです。手大きいです。エアテクラベ、はい、大きいですよ。クリスマスでカルティエのイベントやってたから東京から手紙送ったよ。めっちゃおしゃれやった。何それ。ポニーテ可愛すぎてありがとう。リチー充電器忘れるのね。そう充電器絶対持ってく。充電器なくなっちゃう。そう明日のために手袋。嬉しいなあ。ここにニキビできたかも。皆さんは今年のクリスマスはどんなクリスマスやったんですか。このビートにダダダダダ恋の出来よいよ。ハリーポッターの3見てきた。ハリーポッターの3見たわ。日野とも HKT で手が大きいメンバーいますか。めっちゃ手好きやん。 HKT 手大きいメンバーいる。いるかな。分からん。みんなちっちゃいと思う。今年のクリスマスは車貸し今年のクリスマスは車買いましたって。なんかすごいね。車をクリスマスに買ったの。ひなたちゃんに幸せにしてもらったけど嬉しい。今日クリスマスグッズ届いた。おお。ディオールのファンで買っちゃった。おお。いいね。ディオールのコンシーラーめっちゃいいですよ。コンシーラーすごい気になってたやつ。ひなたちょっとみかん食べてる。いいな。こたつでみかん食べたい。ひなたにベンツプレゼントする。やばベンツ。昨日の夢に出てこなかった。昨日の夢出てこなかったですか。ひなた、ひなた出てみんなの夢にちょっと行ったつもりやったんですけどね。あれなんかおかしいな。ひなたちゃん自分にご褒美とか買わないの。なんか買おうかなって思ってたけどまだ決めてないですっていうか、なんか何がいいかな。美味しいご飯を食べる。美味しいご飯を食べるのが私の一番の幸せです。ひなたの夢に出てきたことあるけど初夢まで我慢する。ああね、月曜日誕生日なんでイメージできてもらえますか。あ、わかりました。いきますね。ひなたの夢にわし出てきた。わし出てきたかな。かな。みんなサンタさん来ました。ひなだって水ナスとか食べるの。水ナスそんなに食べることないかな。かずきくんありがとう。結婚してスタンプとかあるよ。ひなたちゃんメジ君とレイニングかわいい。かわいい。明日の髪型は三つ編みですか。三つ編みとか全然決めてない。
ンからソースが届きました。何のソース？久しぶりにマクド、え、マクド？見てる子ありがとう。寒っ。暖房つけとるんやけどな。あ、そういえばあのバラ、青のバラまだまだ元気。あのね、バラとハスミソウとお花、バラ、白いお花とかみんなから生誕祭の時にもらったやつ、すごいあの綺麗です。あ、生誕祭の本あのもらいました。めちゃくちゃ余ってたんで5冊ぐらい持って帰ってきました。すごかった、なんか写真集みたいやった、クオリティ高くてびっくり。ありがとうございます。本当にえ何時までしようかな。30分ぐらいまでしようかな、9時半ぐらいまで。で、そこで風呂入る。クリスマス関係ないけど、前に撮るとアップと、おー、いいね。昨日はフォトナした、昨日はね、フォートナイトね、明日よ。ショールーム終わって、うん、した。少しだけしたよ、終わってから。フォートナイトしたけど、なんかあんまり昨日はめちゃめちゃいい武器に巡り会えたけど、あの全然あのちょっとあの、ね、ミスが多かったです。ひなたちゃん年賀状来るけど1月中旬。そうなんや、なんで。当分 T2 公演ないですね。来年ですね。公演1月にならないとないね。寒い。明日のチケットは今日中に買わないと見れないみたいです。アイカさんとクリスマスパーティーしてないですね。アイカさん大阪にいるので。寒い、とっても寒いです。私体が固まってる。東京寒い、分からん。明日の瀬取りが気になる。瀬取りね、どんなんかな。明日の瀬取りは楽しみにしててください。アイライン薄くなってる、こっち。こんばんは。明日のために新しいコンタクト。おお、見えるね。じゃあどこにいても。今日 DM はひなためっちゃ強い。ほんまに？年末から1月までひなたちゃんに、そっち、ひなたちゃんちできそうで嬉しい。おお、嬉しい。皆さんクリスマスっぽくしてください、画面を。今日でクリスマス終わってしまうので、せっかくなので。寂しいです。嬉しい、パンパカパンって。わあ、
これでなくちゃやっぱりクリスマス配信は。ありがとう、めっちゃ嬉しいよ、そんな激しくしてくれて。激しくっていうかなんていうの、これでもかぶっとこう。ありがとうみんな。やば、見て怖い。ありがとうみんな、片耳ヘッドホンのリモキチさん、大くんありがとう、ほうこさん、しょうちゃんありがとう、カズ森田さんありがとう。うん、ありがとう。おいっ子、あ、スノードーム大好き。スノードームじゃなくて、おいっ子小学1年生が見て、学校頑張れ1年生。ケーキ食べてないよ、なんでそんなケーキ食べたってみんな聞くの。ケーキは食べないよ。今日はポテトしか食べてない。おお、お腹すかない？お腹すく日だとめっちゃお腹すいてる。ちなみに今と今日は事務所のお弁当を持って帰ってきたので、それを後で食べます。チキン、今日はチキンだったんですよ。アイスクリームも食べてないよ。え、今年仕事納め終わったの？いいなぁ。劇場にケーキなかったよ。あとでチキンを食べるのがすごく楽しみ。みかん食べたい。みかん食べてない。ひなたの仕事納めはもうあのね、ギリギリまでです。あの12時まで、いや、なんならあの今年で最後までお仕事です。みかん？みかんってやっぱ冬？正月とか？ひなたちゃんって初詣する？初詣はいつも家族で行きますよ。カウントダウン、そう、カウントダウンがあるからすっごい楽しみ。プレゼントいただいた。ショー太陽、太陽ありがとう。チキンとチキンを食べよう。チキン、きちんとチキンを食べよう。ありがとう。確かに初めて年越し過ごすね、ファンの方と。嬉しい、楽しみ。ハウステンボスの配信チケット買った。え、ありがとう。ハウステンボス行くの初めて。ハウステンボス行くの初めてです。あ、初めてじゃない、お出かけで行ったことある、ロケで。ハウステンボスバンディしたいね。おー、もうすぐにお風呂入って、もうお腹空いてるけど一旦ここでだるってしちゃうと絶対にもうダメだから、もうすぐにお風呂に入って、チキン食べて明日の振り確認をするね。なんかポーズしとこう。ね、めちゃめちゃ綺麗、見て見て、え、見て、クマがいる、ここに。あれ、あ、ちょっと、カズキチさん、アリガリース、アリガリース可愛い。
読書タイムした？とにかくやーちゃん嬉しいよ、ありがとう。昨日も投げてくれたのに、ありがリース、ありがリース、嬉しいです。素敵なクリスマスプレゼントありがとう。いつもありがとうリース。何それ、キュンとしたやん。クリスマスプレゼント靴下には入ってなかったですね。可愛い、ありがとう、大好き大好き。もう30分です、本当？今日さ、最善の人、抽選当たった人が最前列にいたんやけど、なんかその人が当たったから首からなんか靴下みたいな可愛いクリスマスのぶら下げてて、3人ともめっちゃ可愛かった。お疲れ様、ありがとう。サンタコスしてま、してた方もいました、ファンの方で。こんばんは。なんでクリスマスプレゼント靴下、確かになんで靴下なんやろう、あなたも気になる、それなんかありそうだけど。明日朝早い、頑張る。だから早く寝よう、早く寝よう、もう今日もう早く寝る、絶対12時超えるまで寝る。もう朝ね、眠くてさ起きれんの最近また。でそれがさ、あのうわもうちょっと早く寝とけばよかったってさなるやん、遅く寝たら。だから今日は明日の朝そうならないようにもう早く寝ます。今日はもうそれあるのみですよ。なんかペンギンちゃんが飛んできた。カーズ森田さん、ペンギンちゃんありがとう。これも消えないやつかな、かわいい、消えてほしくない、かわいいから。朝寒さやかいっぱい着てき、ありがとう、いっぱい着てく。え、消えた、ないた。なんで消えるんだよ、可愛いのに。寝るまで逆算して、そう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 、そうなのよ、逆算した行動していかなきゃいけないのよね。あ、プレゼント。しんじーちゃんありがとう。夜スマホ見ない方がいいね。そうね。そうね。夜ね、スマホ見ない方がいいね。メリークリスマス、ひなた。メリークリスマス。そんな感じで終わろうかな、そろそろ。メリークリスマスってどういう意味やろ、はい、ということで楽しい時間はあっという間で終わります。もうありがとう、ひなちゃん投げてくれて。じゃあ壇上読むね。13位ポーコさんありがとうございます。12位しんじーちゃんありがとうございます。11位ひなた大好きチュッチュさんありがとうございます。10位アザズさんありがとうございます。9位黒猫仙人さんありがとうございます。8位ジェイソンさんありがとうございます。7位片耳ヘッドホンのリマキチさんありがとうございます。6位ダイ君ありがとうございます。5位カズモリタさんありがとうございます。4位コード1104番さんありがとうございます。翔くんありがとうございます。セントリックファイブさんありがとうございます。1位カズキチさんありがとうございました。
皆様ありがとうございました。まあまあクリスマスご予定がある方はまあこの後お楽しみください。私は何もないのでお風呂に入って明日の練習をみっちりさせていただきます。じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。